ここからはこの後の天気確認していきたいと思います。まずはですね、この先の天気図ですね、見ていきましょう。まずは9時の時点です。はい、9時の時点の天気図見ていきますと、はい、まあ、北海道、まあ、まだ前線が通過をしていない状況ですけども、うん、まあ、気圧の谷が通過をするということで、はい、北海道では、天気崩れてくるということになりますね。はい、それではですね、21時になりますと、はい、夜になりますと北海道では前線は通過をしますけれども、うん、東北地方などではですね、寒冷前線の影響が残りますので、まあ、夜遅くなってですね、はい、まあ、東北地方、雨ということになりそうです。はい、ではですね、雨の様子などを分布予想で見ていきましょう。はい、オレンジ色のところが晴れですね、はい、青いところが雨、グレーのところが曇りですけれども、はい、この後ですね、前線が通過する北海道、それから東北北部、北陸地方などではですね、徐々に雨が降ってくるということになりますが、はい、その他のところはですね、まあ、概ね晴れの天気と、西日本もですね、四国方面、今雨降っていますけれども、徐々にゆっくりと天気は回復をしていく、はい、ということになりそうです。はい、さあ、そして日中晴れているところではやはり空気も乾燥してくるでしょうか。はい、そうですね、気温が上がってきていますので、はい、空気は乾燥しています。はい、現在の関東の状況を見ていきますと、まあ、広い範囲で 40% 台、まあ、30% 台というところも出てきています。はい、では最後にお天気をアイコンでも見ていきましょう。日中ですね、晴れて気温が上がりますので、うん、まあ、九州方面はですね、はい、まあ、鹿児島24度予想ということで、うん、かなり、まあ、夏日に近くなる可能性もありますね。うん、まあ、昨日と比べますとかなり気温が高くなりますので、朝と日中との気温差が大きいということですね。体調管理気をつけていただきたいと思います。はい、でここまで今日のお天気見ていきました。さあ、13日の金曜日ということで、何も不吉なことが起こらないといいですね。